唐津市玄海町生き方プロジェクトを運営している唐津東松浦医師会在宅医療介護協議会ワーキンググループ委員会委員長をしております唐津東松浦医師会理事の安倍智介ですすでに令和2年11月の唐津司法と玄海町法でお知らせしておりますが同月から唐津市玄海町の住民の方々へ生き方ノートの 窓口配布を開始しましたこの生き方ノートをすでに手にしてある方もまだ手にされていない方もいらっしゃると思います一体生き方ノートとは何だろうと思われている方も多くいらっしゃるでしょうこれから3回の番組にわたってこの生き方ノートに関しての情報をお伝えしていきますぜひ。 後ほどお知らせいたします。窓口で生き方ノートを手に取っていただき、番組放送を見ていただければ幸いです。今後の番組放送の流れですが、今回の第1回目は？生き方ノートについてのご説明をさせていただいた後に、司法及び重宝の関連記事にもありました。峰唐津市長と脇山玄海町長渡辺。 唐津東松浦医師会長の三者による。最後まで自分らしく生きることができる地域であるために。というテーマでの座談会の模様を放送いたします。第二回と第三回は。生き方ノートを制作しました。委員会のメンバーが。生き方ノートの理解を深めやすくするために。物語を作り。映像化して声優にも挑戦していますので。 ぜひご覧ください。さて、そもそも生き方ノートって何なんだろうと思われてあると思います。まず最初に生き方ノートができた経緯をお話しします。少子高齢化や人口減少が進む日本全国の地域に対して、住民の方が自分が暮らす地域で最後まで過ごすことができるような社会にするために。 厚生労働省が全国の市区町村に進めさせている事業として地域包括ケアシステムの構築がありますその事業の一つに住民の方々が自分の居場所で安心して暮らせるように医療や介護の体制を作る目的で在宅医療介護連携推進事業というものがあります。そしてこの事業を唐津市と原海町から 唐津東松浦医師会が委託を受けて運営しています。事業を運営している唐津東松浦医師会在宅医療介護協議会ワーキンググループ委員会には、唐津市や玄海町の医療や介護に携わる専門職の代表者や、各行政の担当者が在籍しています。唐津市や玄海町の医療や介護の現場にある課題や、 これからの未来を考えていく上で住民の方が安心して暮らせる地域に必要なものとして生き方ノートを作成しました一般的に言われているエンディングノートだと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが生き方ノートは就活におけるエンディングノートとは異なります人生のその最後の瞬間まで人は生きているということを大切にし 人生生の最後まで自分らしく生きるための手がかりととなることを目的にしています今進めさせていただいている事業や生き方ノートにも関わる考え方として今を生き抜くことだけではなくたとえ未来が厳しくとも目をそらすことなくその未来をしっかりと見つめ過去の流れも十分に把握して反映することで これからの未来をより良いものにしていくということを大切にしています10年、20年、30年、40年、そして50年先を見据えて今やるべきことを考えて今から動いていくことで未来を変えていこうとして取り組んでいます私もそうですが委員会のメンバーが後期高齢者になったときに 自分たちがこの故郷で安心して暮らし、今やっていることを思い出話できることを夢見ています。私たちが事業を考える中で基礎としているのは、人口推計です。現在でも、医療や介護の体制、そして社会基盤となる衣食住などに欠かせない様々な施設は、市や町の中心部から離れていくと、 十分な確保ができていないのが実際です今の人口ですらそのような状況ですが50年後にはその人口が半減してしまうという推計も出ていますそのような状況を単に待っていても何の解決にもなりません50年後安心して暮らせる地域にするためには今からでも動き出さなければならないですし持続可能なアプローチを 取っていいいかないといけません唐津市玄海町において老年人口はすでにピークを迎えてきていますが人口における公正比率は変わっていきますそして人口減少に対しては高齢者や高齢化率に目を向けてしまいがちですがもう一つ大切なことは社会を支える生産年齢人口と未来の地域を担う年少人口です。 人生100年時代と言われる中で平均寿命だけではなく健康寿命を伸ばして高齢者の方々も自らの役割を持って社会を支えていかなければならないでしょうし医療や介護に携わる人は単に高齢者の生活を支えるだけではなくその人の生き方を一緒にしっかりと考えて 最善の道を一緒に歩んでいかなければならないのではないでしょうか当たり前って誰も気がつかないんです当たり前のことですから当たり前のことが当たり前でないことに気づくのはそれを失ってしまったときですそして当たり前が当たり前でなくなったときに人は大きなストレスを抱えますしそれは 社会も同様です失ってからそれを元に戻そうとしてもなかなかうまくはいきません。当たり前が当たり前でないことを失ってから気づくのではなく今まで話してきたようなデータや動向から未来を予測して今の当たり前を形は変わるかもしれませんがそれを維持できる手立てを考えて行動していくことが重要です。 例えば独居や高齢者世帯でででで最後ままで家で暮らししたたいいとと望んである方がいたとします。しかし家族が面倒を見れないということで家族の希望が本人の希望とは異なっていたり離島や山間部でそもそもの介護環境や生活環境が構築できないということで施設に入るということもあるかもしれません。 それは本人にとっては望まない環境であり望む環境とはイコールではありません。しかし生き方ノートを考えていく上で大切にしてきたことはこの構図を変えるということにあります。その中で大切なことはその人の人生と思いを知るということです。つまりそれはその人の 生き方を知るということですノートの表紙にもありますが私たちはひらがなの生き方に人生において存在する3つの生き方の意味を込めていますこれはまさしく人生そのものですそのようにしてその人の生き方を知ることで家族や大切な人そして関わる人たちの その人に対して持つ考え方や思いが形作られ結果としててケアの質は変わっていきますそこにはたとえ認知症があったとしても何らかの理由で意思表示ができない状況だとしてもその人が人生の最後まで自分らしく尊厳を持って生きることができる可能性があります。そそしてそれは 人生の最終段階における意思決定支援にもつながり、その人の人生をより良いものへと変えていくことができます。たとえ、さまざまな事情で、もともとは望んでいない環境に身を置くことになったとしても、その人の生き方を知り、家族や大切な人、関わる人たちが、その思いを大切にしていくことで、その人の望む環境に、 限りなく近づけていくことができる可能性はあるということです。なんとなくもやっとした感覚があるかもしれませんが、これからノートの説明を聞いていく中で、そのことを感じていただけると思います。それでは、峰唐津市長と脇山限界町長、渡辺唐津東松浦医師会長の3者による 最後まで自分らしく生きることができる地域であるためにというテーマでの座談会の模様をご覧くださいはいえ。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます唐津東松医師会会長の渡辺でございます,ます峰唐津長様、脇山玄会町長様におかれましては日頃から地域住民が安心して暮らしていけるようにさまざまな施策を行っていただいており 頭を下がる思いいいでございますありがとうござざまますすありとうさて本日は唐津市並びに玄海町における在宅医療介護推進事業で制作した生き方の音普及を目的として本事業の事業主である両行政区のトップであるお二方に組長としてのご意見をお聞かせていただきたいと考えまして貴重なお時間を今回は作っていただきましたでは早速始めさせていただきたいと思います この生き方ノートは住民一人一人が自らの生き方を考えその思いをアドバンスケアプランニングである人生会議を通して大切な人たちへ伝えそして深めていくことでそれぞれの住民が最後ままで自分ららしししく生きるたた。めのこととを目的として作られました自分自身の人生ですから自分らしくということは当然のことでありますが最後まで自分らしく というのは実際には非常に難しいことですそこでまずお二人のリーダーに自分らしく生きるとはどういうことなのかということをお聞きしたいと思いますそれでは峰唐津町自分らしく生きるということをどうお考えられますでしょうかはい、えー。人生と言いますか人生は選択の連続だというふうに思っておりますでまたその選択にはですね 自由があってしかるべきものというふうに考えるところでございますで、そのお一人お一人の思いがあってまた将来の夢に向かってやりたいことを自由に選択して自分らしく生きることができるというのが人生にとって大切なことだというふうに思っておりますで、その選択の自由がないと人としての尊厳が なななくるるのではかかろろうとと思っていいころもございますどのような環境にお住まいの方も人として選択ができるように自分で自由に選択できない状態になってもですね周囲の人がその方の思いを分かることによって選択できることを広げるとその人らしく生きるということになるのではなかろうかと。 私は思っているところでございます。ありがとうございました。やはり選択の中で自由で最終的に決めるのは自分自身と、やはり自分自身の意思ということがやはり人生において非常に大きなものをウェイトを示していくということで。そうですね。はい。はい、では続きまして、分け間限界長調長ですね。ね 自分らしく生きるということはなかなかあの説明というのは難しいんですけれど、まあ、個人的見解として大きくなったら、えー、人のためになるような人になりたいというのがあの小学生の時の小さい時のなんかイメージで、えー、そんなふうにいさかいのないような。 あの世界になるような形をできるような人になりたいというのが漠然な自分の気持ちでなぜかしらえまあイベントとか町おこし的なとこが好きでですね若い時からずっといろんなことをしていてそうこうしながらえまあ今町長というあの仕事も頂い,いておりますまあそういった意味ではあの自分らしくというか自分が小さい時に思い描いた形が今自分なりになっているかなと思っているところです。 そして、あの皆さん、子供の時からいろんな夢を持っていると思います。けれど、やはり成長するにしれ、夢も変わっていきますし、また社会人になって働けになればですね。あの、また夢も変化していくと思っています自分としてはあの自分らしく生きるというのは普段ほとんど何も考えてないと思うんですよね。まあだけど、人から見ればはから見るとまあ。 あの,あの人はあんなふうな生き方をしているっていう自分らしさが出ているのかもしれませんしなかなか自分らしく生きるというのは社会通念上難しいところもあるかもしれませんけれど、まあ、あの生きがいを感じる感じられるというのが自分らしく生きてられるのかなというようなちょっと漠然なあのあの話ですけどそんなふうに思っていいまます、はい、ありがとうございました <coughs> 自分らしく生きるというのは非常に難しいあの問答と思うんですけれども。 実際あの自分らしく人があの人らしいと思うのと自分自身が自分らしさというのとちょっと違う時があるかもしれませんやはりその中に自分自身の自分らしさというのは自分の意思が入っていかないといけないと思っておりますで今お二人のお考えを聞きましてあのやはりあのしっかりしたお考えで中でしっかり活動をされていますリーダーがそのように考えてあることを住民が知ることは非常に安心感につながると思います。 それではリーダーとして個人的見解をお伺いしましたが次に自分らしく生きると、まあ、住民が自分らしく生きるためには行政としてどのようなことが必要とお考えなのかお聞かせいただけますでしょうか。うん、峰カルス長お願いします、はいえー、自分らしく生きるということを、えー、最後まで達成することはなかなか、えー、個人的にはできないことが多いと思います。 先ほどスライド等々の中にもありましたように当たり前が当たり前でなくなる時っていうのが必ず皆さんにやってくるわけでございましてただその個人の思いを実現するためにはですね例えば家族の方であったりあるいはまあ他,他種。 多職種と言いますか例えばドクターですねあるいはその病院薬局の薬剤師あるいは看護師さんそしてケアマネージャー介護職の方々による、まあ、環境づくりといいますかそれが大切でありましてそしてそれらの人々をです、ね、支援する組織づくり仕組みづくりが私たち行政の役割ではなかろうかと考えるところでございます。市民の皆様の皆 安安全安心を担保するためにも市といたしましては今地域包括ケアシステムというものを今作っているところでございましてそれをまた作らなければいけない役割があるというふうに思っておりますが唐津市と県会長さんも含めてですねこの北部医療圏の地域特性といたしましては県域以外の病院や施設に定員や入所されることは 少ないのではなかろうかというふうに思っております。要するにこの東松の県域内でですね、やはり完結されることが多いというふうに思っているわけでございますが、その中でも唐津赤十字病院さんを中心としたまず医療体制があって、そしてまた多くの介護施設もございます。ただそのような医療機関等々のですね資源はあってもそこにはマンパワー が必要なわけでございまして、そのマンパワーの確保がとても大事なことではなかろうかと思っております。そしてまたその中で若いその人たちがですね、そのマンパワーとして必要であり、その方々が働きやすい環境づくりをすることも行政からの支援の一つではなかろうかと思っていることでございます。最後まで自分らしく生きることにつきましては。 今は機運づくりの段階ではございますがこれからしっかりとですねそのような体制づくりを進めていくことになるのではなかろうかと考えているところでございますはいありがとうございましたそれではあ脇山玄関長長様、はいまあ、自分らしく生きるということはですね、うん、まあ一人一人あの思いは違うと思いますけれど、えー、例えばもう住み慣れた、えー、我が家や地域で ま、クラスを願われる方も多いかと思っております。まあ、行政の役割はそういった方の願いを実現できるようにしなくちゃならないし、地域で支える体制を作らなくてはならないと思っております。まあ、先ほど峯市長ももされましたけれどまあ、そのためには唐津市玄海町のですね。北部医療圏においての医療や介護など多、えー、多種多職種による、えー、共同の環境づくりを支援し進めていきたいと思っております。 で、あのまあ市長が押されました。人材確保のためのですね。雇用環境を整えることも大事だと思っております。えー、まあ、社会福祉全般まあ、医療介護全てにあの大事な要素があのあると思っております。例えば、玄海町の場合はあの人口も少ないですし、そういった先まで私たちは考えてなくならないかと思ってますし、もちろん、あの唐津市までの、えー 医療を受けるのにですね行くのに交通手段が必要ですのでそういったところも私たちは考えていかなくちゃならないと思っておりますまあ、自分らしく生きられる環境をですねあの行政としても、えー、いろいろ考えていかなくちゃならないと思っておりますはい、ありがとうございました住民が自分らしく生きるためにはやはりあの行政のお力もお借りしてやはり行政が システム作るっていうか仕組みづくり構造を作っていく体制を作っていくというのは非常に大切だと思っております。で、今言葉を書いては地域包括ケアシステムというのを国が進めていますけれども、まあ、国や総論的な考えでありますけれども、やはりあの太田方の今後のその行政の在り方が非常に住民が自分らしく言ってられて形で良かったなと思うような形になっていくと思います。 今自分らしく生きるための行政として何が必要かということを問いかけ非常に難しかったと思いますがお二人のお考え思いを明快にお答えいただきありがとうございます自分らしく生きるというのは全問答のように明確な答えがない本当に難しい問いかけです本人は自分自身のことなどで何となく分かっていたとしても家族や関係の近い人でさえそのことを十分に理解することは難しいという側面もあります そのようなこともあり自分自身が納得のいく生き方と周囲が納得する生き方とは異なることもありますそのような状況であれば自分らしく生きるということはなおさら難しくなってくると思いますだからこそ自分自身の生き方や希望を家族や大切な人信頼する人などと断ことあるごとに話し合っていくことが必要であると感じております 自分らしく生きるということは、最後まで自分らしさを失わないでいるということでもあります。最後まで自分らしさを失わずに生きるというのは、どのような生き方なのでしょうか。老衰・認知症もそうですが、高齢者に限らず急な病気や事故などで、若い方でも自分の意思が直接伝え,なくな伝えられなくなることがあります。自分自身の意思が直接伝えられなくなったとき、自分らしく生きることは、そこで終わりになってしまうことでしょうか。 いいえ違いますそうなったら諦めるのではなくそのような時であっても自らの意思を示して自分らしく生きるということはできますそのためには自分自身の思いや考え方希望というものを直接伝えることができるそういう時にしっかりと伝えておくことが必要になりますそこで欠かすことができないのが家族です家族がいらっしゃらない方は親しい友人であったり信頼できる人最後までそばにいてくれる人だと思います そのような方々にしっかりと自分自身の思いを伝えていくことでその方々は自分が自分らしく生きるためのサポーターとなります自分の意思はなくなりません今回作成しました生き方ノートは最後まで自分らしく生きるための自分と家族、自分と大切な人、自分と関わる人と結ぶツールとなりますこのノートを通して自分の思いをつなぐことができます これは最後まで自分らしく生きるための、自分の意思のリレーと言ってもいいでしょう。先ほど、峰加須市長様、和気間玄関さんのスライドで、実際に。生き方ノートを手に取られて、見られたわけですけれども。感想をよければ教えていただけますでしょうか。じゃ、峰長お願いします、はいはい。ありがとうございます。えー、ここにですね、生き方ノートを手に取らせていただいております。あの。八、えー、項目にわたって。 細かくですねその本人の一個人としてのですね自分らしく生きることに対しての,その生き方を知るという上でのですねこのノートが作成されたわけでございますけどやはりこのノートは一番先渡辺会長申されましたように大切な家族あるいはその 大切な周りのの方々とのです、ね、コミュニケーションのきっかけづくりに役立つものではなかろうかと思っているところでございます。これは決して得意なことではなく日常的なことになれば例えば夫婦の会話とか親子の会話がなんとなくこれがきっかけにですねこう増え増え増えたりですよ。あるいはその かかりつけ医の先生や看護師さんあるいは薬剤師さんまたケアマネージャーの皆さんとのですねコミュニケーションを取る手段としてこの生き方ノートがですねひい,うういてはそのことによってそのご本人が自分らしく生きることにつながっていくことになるツール。 そしてですね。大変有効なものと考えているところでございます。はい、ありがとうございました。それでは薪金は玄関長ですあの,、はい、あのこれを最初に生き方ノートを頂い,いてですね。中をずっとま自分なりに書き込まなくちゃならないなと感じた時ですね。まあ、私の基本情報なんかはもうまあ、誕生日とか住所電話番号ですから。あれですけど、まあ,あの中身見てみます。と人生の振り返りとか。 悩み不安とか今の生きがいとかいろいろなプライベート的なことを書くようになってます、まあ、そういったことでですねちょっと人にはこれちょっと見せられないなと感じましたしもう自分の大事な人自分を見とってくれるような人にしかちょっと見せられないっていうのをあの感じたところだったです、えー、ただあの私が親父が数年前に亡くなったんですけどあの病院に入院してて。 もうあと嫁行くばくもないっていう時にあの「延命治療どうされますか?」って言うと尋ねられたんですけどあのまあ親父に全く相談も何もせずですね、まあ、あの私たちも病院から連絡くれば30分以上はかかりますしあの無理やり延命治療して苦しい思いをさせたくなかったんであ,のあんまり過度な延命治療はしないでくださいっていうことをあの親父には あの親父のの件では病院の方に伝えておりましたただ今これをいただいてみて思ったのがこういったものがあればですね親父が亡くなった時にもう少しこう聞きながら書いてもらいながらそして本当に親父が望んでるあの治療そういったことができたんじゃないかなということをちょっとあのすぐ真っ先にすぐ思いましたただそれからまた自分のことですけれど自分が一人になった時に果たしてその時に。 あの私は延命治療はしないでくださいとかその時例えば思ったとしても、えー、こういったこうツールがあるということでですねあのお医者さんにもまた、まあ、介護してもらう方たちにもあの伝えることができればあの安心できるなっていうのを感じましたそしてまあもちろん、まあ、自分一人になった時にもう認知症になっててですねもうこういったノートのあることも忘れててやるのも忘れてたらどうしようもないですけどただこれをあのまあ年取ってですね老後に ここんななな形で残せるるととということは安心感にもなりなるなと思ってますただあのこのノートの,あの取り方によりですけど生き方生き方生き方これ3つの生き方が生きると生活の価値とあと亡くなる時の生き方ですがこのノートが単なるあの遺言書の伝達式みたいなノートとして皆さんに捉えられたらちょっとあの間違いっていうか本末転倒になる部分の。 があるんじゃないかな。やはりミネシ長がもされたように、やはり家族の絆とか夫婦の絆とか、そういったところに繋がるようなノートにならなくちゃならないかなと思っています。以上です。ありがとうございました。えー、このノートを通じましていろんな方々のコミュニケーションを取っていき、うん、で、その人の自分らしく生きるということのあの最終まで自分らしく生きるということのツールにしていこうとあの皆さん思っています。で、このノートは これ1回でなくて何回もこれが改定されてい,くいかれてますね。改定しなければいけないと思います時代時代に応じてもしかしたらある時期にアプリになるかもしれない、うんうん、そういうことも考えるとやはり使っていかなければいけない、うん、ということと思いますこれから生き方ノートを市民や町民の皆様にお伝えしていくことになりますこのノートの意義を考えていくと生き方というのは高齢者に限らず若い方にも関わってきますし一人一人の生き方を考えていければ 子どもたちも含めて全世代全地域の方々にも関わってくるものだと思います現在この事業に主に関わっておりますのは地域包括支援課ですがさまざまな部署がそれぞれの立場で関わりながら連携していくことでこの生き方ノートというツールを上手に使いながら住民の暮らしをサポートしていくことができるのではないかと考えます峰唐津市長脇山玄関町長,長にお聞きしますこのツールを どのようにして活用していけば有用であるとお考えになりますか、はい、唐津市はご存知のように大変面積が広く市街地もあれば山間部もありそして沿岸部また離島七つの離島もあるありますでその中で交通体系あるいはその道路事情また各種施設などのさまざまな 部署に関係する地域課題があるわけでございます。で、今回その医療あるいはその介護、また福祉のサービス資源は、から市内でも大きな地域によっての格差があるのが事実だと思っております。そのような医療介護福祉体制のその資源が集中しているところは良いのですが、そうでないところがございます。 でそのような格差をですね今後どうやって埋めて住民サービスを提供していくかがまさに私たちに与えられております行政課題全体の課題の共通認識でありそれに対する連携が 求められているのではないかろうかというふうに思っているところでございますですからそういったところをしっかりと踏まえてですね今後この生き方ノートを使わせていただきながらあらゆる取り組みを進めていければなと私は考えているところでございますはいありがとうございましたでは脇山長さんはい、いかがですかあの有効な活用アドバイスということですがまあ、このノート自身がですねすでに私たち行政の人間にとってはもうプラスになると思っております まあこの,あの人それぞれこの書き方内容は違うと思っておりますけどやはり玄界長はあと50年60年すれば5,500人ぐらいから2,000人台の,あの人口になるように言われておりますし、えー、そうならないようにですねあの総合戦略の中に人口減ならないようにまた玄界長の対抗の中にも盛り込んでます。まあ、あの後期あ少子高齢化の中においてですねやはり 高齢者の方が増えていくようなな形になります、まあ、人口が減ればですねそういった中に本当に年寄りがたくさんいても助ける状況が本当に自治体としてできるのかなっていうのを私たちはちょっと小さいい町ででありながら感じているところです、まあ、今の状況でですね、まあ、こういったノートで感じたところでもありますけれど現在玄海町では医療,に医療に診療所なんか行くのにもなかなかあの。 バス、まあ、自動車で行かなくちゃいけません歩いていく人たちは少数ですのでやはり町にはコミュニティバス無料のバスも通してますしそしてまた高齢者の方たちは免許返納した場合は、まあ、事故がないように免許返納した場合にはあの交通券を差し上げてですね唐津まで病院に行くとかそういった対策もしてきてます。それからまたあのどうしても軍部で3部ででですので あのいわゆる買い物難民買い物に行きたくても買い物できないという方たちもいらっしゃいますのでそういった人たちの対策を今あの考えてですねできるだけ、まあ、今対策してても今後その何十年後かにそれがそのまま生きてくるかどうかまで分かりませんけどそういったきっかけ作りにこのノートは私はなったんじゃないかなと思ってます。またたたエンンディングノートみみいいにととらわれれずでですね家族の皆さんが、まあ、これをみんがこをなでちょっと書いたり まあ家族に書いてもらった時にあ本当はこういった気持ちで今まで来てきた家族だったんだねっていうのも気づくこともありますし家族のですね一つの,あの絆というか家族会議のきっかけにもなるんじゃないかなと思ってます、まああの先ほどの,あの先生のお話の中に「当たり前が当たり前でなくなる」っていうようなことが将来来る。 ののは間違いないなと思っておりますのでそういったあの皆さんが生活しててですね、えー、当たり前じゃないようになってしまって本当に生活が困った本当にここで生きていけないというようにならないような対策をするきっかけとしては私たちはここでこれはいいきっかけのノートだったなと思っております。まあ有効活用とという表現にはちょっとあの 遠く離れた話ですけれど、そういった意味ではそんな風にあの感じたところでございます。まあ、このノートでですね、あの皆さんの思いがそのままつながって、そして人と人とがだんだんあの地域住民の人も家族もみんながつながっていけたらいいなと感じています。はい、ありがとうございました。行政のリーダーとしてのお言葉、大変心強いです。この生き方のことが市民町民の皆様にとって自分らしく生きるための一つの手段になると。 今のお言葉を含めて本日の話をお聞きして強く感じました私ども一回も行政の皆さんと一緒にこのツールの普及にあのご協力していきたいと思いますのでよろしくお願いします,ししますそれでは最後になりますが唐津市並びに玄海町に住む人々がこの地を愛し生活しそして多くの方が自分らしく生きることができる地域となるように記念いたしまして今回の座談会を終わりたいと思いますどうもありがとうございましたどうもありがとうございました 皆さん三者会談はいかがだったでしょうか三者会談には生き方ノートというものが出てきましたここからはこのノートの使い方をゆっくりと説明していきます生き方ノートは自分自身の人生を自分らしく最後まで生きるためのものとして作っています 生き方ノートの生き方はひらがなで書いてますがこれはこの生き方に人の人生を構成する三つの生き方の意味を込めているからですノートなのですべてを書いて埋めないといけないと考えてしまうかもしれませんがノートを書いて埋めることが目的ではなくノートを通して自分自身と向き合って考えるということを大切にしていただきたいと考えています ページを開くと、あなたの基本情報を書くページになります。書けるところを書いていただければいいと思います。ご自身の情報のメモとして利用してください。一番下のその他のところは、項目にはない内容で書き留めておきたいことを書いていただければいいと思います。ノートの背拍子には、万が一のことを考えて、 緊急時の情報を書くようにしていますこれは一人暮らしや高齢者世帯で救急隊が呼ばれるような事態になった時に連絡が必要な人にいち早く連絡が取れるようにするためのものです救急隊が呼ばれた時には情報収集が重要になります普段から関わりのある家族や親戚友人などの連絡先は大切ですまた、 かかっている病気や使っているお薬などの医療情報が必要になりますので、かかりつけのお医者さんや歯医者さん、薬局、訪問看護師がいれば、ぜひ変えておいてください。一番下の居宅介護事業所は、ケアマネージャーさんが働いている事業所です。介護保険を利用してある方であれば、担当のケアマネージャーさんがいらっしゃると思います。 ケアマネージャーさんは担当している方の生活の状況や情報を把握してありますので、緊急時には重要な役割を果たしてくれます。戻りまして、2ページには生き方ノートについての趣旨を変えています。皆さんは自分の人生について考えられたことがありますか人は生まれてから行くまでの時間を、 様々な人と関わり合いながら人生というかけがえのない物語として綴っていきますそこには楽しいことや嬉しいこと苦しいことや悲しいこと様々なことが含まれるでしょう自らの歩んできた人生を振り返りながら今の自分を見つめ直しそしてこれからの人生をどう歩んでいくのか そのようなことを考え、大切な人と語り合うことで、自分自身が生かされ、そして自分らしく最後まで生きていくことができるためのきっかけとなるように、生き方ノートがあります。唐津市玄海町は、市街地や山間部、沿岸部、離島と様々な地域を有するところです。同じ地域であっても、人口が減るところもあれば、 増えるところもある住民全員が同じ環境や望む環境で生きることは難しいのかもしれませんしかし環境は違いどもそれぞれが大切にしている思いがありますその思いを知ることで皆さんに関わる人がその思いを支え人生の物語を共に綴りより良い生き方へとつながっていくことができる可能性はあります これから先も安心して暮らせる地域であるために生き方ノートを活用していただければ幸いです3ページ目には目次とノートの使い方を書いています1番から8番の項目でできており人生の振り返り今の生きがい不安悩みこれからの希望もしもの時のために 自分らしく生きる「思い」「代理人について」というように順番に自分の人生を振り返りながら自分自身がこれからどのように生きていくのかということを考えていくようになっています。それぞれの項目について考えていく中で書きたくないといととうこももあるかもしれませんそのような時は無理して埋めようとして書かなくてもかまいません。 書くことも書かないことも自由です大切なことは自分自身と向き合って考えていただくことです自分だけで考えるのもいいですし家族や友人など信頼する方と一緒に考えていただいても構いません介護保険を利用していて担当のケアマネージャーさんがいらっしゃる場合はケアマネージャーさんに書いてもらいながら 一緒に考えてもいいかもしれませんねそれでは内容に入っていきます一番目は人生の振り返りです過去の自分を振り返りながら自分自身の人生を再確認することを目的としていますあなたが今までに歩んできた道のりを振り返ってみてください人の人生は十人十色で同じものはありません そこにはあなたが生かされそして生きてきた物語があるでしょう。あの頃どこでどのようなことを考えそして大切にして歩んでいたのかそのようなことを思い返してみてください。振り返りを書く年代は幼少期から20年ごとに区切っています。書く人によって文字の大きさや書き方は異なりますので 書くところは方眼のマス目をつけています。このマス目に1文字ずつ入れないといけないというわけではありませんので皆さんが書きやすいように書いてください。足りなければ他の紙に書いてから貼ってもらっても構いません。その人に関わるということはその人の人生に関わるということになります。医療従従事事者者や介護従事者が その人に関わるときその人の歩んできた道のりや大切にしてきたことが分かればそれはより人生を豊かにするための関わりへとつながっていきます二番目は今の生きがいについてです今までの歩みを振り返ってみていかがでしたでしょうか振り返る中では嬉しいことや楽しいこともある反面悩んだことや 苦しんだことなどさまざまなことがあったと思いますその振り返った過去にはあなたの生き方のヒントがあります私もそうですが誰でも過去があってそして今を生きています大切にしていることや大切にしているもの好きな食べ物や飲み物他にも好きなものや好きなことがあれば書いてみてください 書き足りなかったり項目で当てはまらないことがあれば自由記載欄に書いてくださいまた最終的にケアが必要になった時にはケアに関わる人があなたの生きがいを大切にしたケアを行うことができあなたが穏やかに過ごすための鍵にもなります3番目は不安悩みについてです振り返りの時と同様に 今の楽しいことや嬉しいことがある一方で不安や気がかりなこともあるのではないでしょうか。あなたが抱いている不安や気がかりなことを整理することでそのような不安や気がかりの中であなたにとっての支えとなる人や支えとなるもの大切なことに気づくことができます。そしてその支えは苦しみを乗り越えていくヒントにもなりますし これからの時間をよりよく生きることへとつながっていきます。私であれば、いつも辛い時や苦しい時に支えとなってくれているのは家族や友人たちの存在であることを感じていますし、そのような大切な人たちがいるからこそ乗り越えてきたことがたくさんあります。ここでは自分自身のことと家族や友人、ペットなど 自分の周りのことその他に書き足りないことや項目にないことなどを記載する自由記載欄を設けています不安や悩みといったことですから書くことが辛ければ書かなくても構いませんあなた自身の心にそっと問いかけてみてください皆さんが穏やかでいるためには不安や悩みというものを しっかりとと捉えておくことが必要かもしれませんその不安や悩みが今ではなくこれから先のことであればそれを信頼できる誰かと一緒に考えたり共有することで解決したり緩和できたりするかもしれませんね。4番目はこれからの希望についてです。番番から3番までで 今までの人生を振り返り今の生きがいや楽しみそして今の不安や気がかりなことを考えていただき自分自身と向き合っていただきました考える中で幸せな気持ちになったり逆に苦しみを感じられたかもしれませんしかしそこから新たに感じられることもあったかと思いますここでは これから歩む人生においての希望や生き方を考えていただきたいと思います自分のことと自分の周りのことそして自由記載欄を設けていますまたこれはこれからのことですので一度考えたから変えられないというものでありません人の心は揺れ動くものでありその時々の状況や状態によって希望は変わったりして当然です ですから、ここでは3回分の記入欄を日付を入れられるようにして準備しています。もちろん、3回分あるから3回考えといけないということでもありません。あなたが書き直したいとか、書き足したいと考えたときに書いてもらえればいいです。3回分で足りなくなったら、新しいノートをもらったり、別の紙に書いて貼ってもらったりしても構いません。 書き直したり、書き足したりするときに、前はどうしてそういうことを考えていたのか、ということも振り返りながら書き進めていけば、より内容が深まるでしょう。さて、1番から4番までで、あなたの人生を振り返り、今を見つめ、これからのことを考えていただきました。ここまでも、たくさんのことを思い出したり、考えたりして、 疲れれを感じてあるかもしれません今回は生き方ノートの解説ですから話を聞きながら一気に書き上げないといけないというわけではありません。あなたのペースでゆっくりじっくりと進めてください。それでは5番目に入ります。5番目は「もしもの時のために」というタイトルでサブタイトルに「大切な人へのメッセージ」。 としていますあなたがあなたであるために必要なことは何でしょうかそれはあなた自身の希望や意志が存在しその尊厳が守られているということではないかと思いますその人がその人らしく生きることを支えていくためには意思表示ができる人であればその人が望むことを一緒に考えていけばいいと思います しかし認知症や老衰病気事故などで老若男女を問わず自らが意思表示できなくなるというようなもももしものとは誰にでで起こりうるこりるすそしてその人の意思がわからない中で本来はその人が望まない形での治療やケアを受ける可能性もありそれによって選択を迫られる家族や 大切な人たちが悩み苦しむこともあるでしょう私の父は朝まで話していたのに突然の病気で心肺停止となり蘇生が行われ意識不明の状態となり意思疎通ができない状況になりました同じ意思ではありましたが自分たちはもしもの時の話などしていませんでしたからその時の延命措置に関しては とても悩みましたし考える上でとても苦しみましたその人の意思が尊重されて大切な人たちが極力苦しまないでいいようにするためにはどののよううにししていいいけばいいのでしょうかそれはもしもの時のために自分はどのようにして人生を生きていきたいのかということを意思表示できるときにしっかりと大切な人に メッセージとして伝えておくことではないかと思います縁起でもない話だと多くの方が感じられるかもしれませんが自分と大切な人たちを守るためには大事なことですこれも一度決めたから変えてはいけないというものではもちろんありませんそれぞれのステージによって揺れ動く心と向き合いながらその時の気持ちを大切にしてください また、このメッセージは、人生会議においても重要な要素となります次に、人生会議についてちょっとご説明しておきます人生会議は、もともと欧米から入ってきた考え方であり英語では、アドバンスケアプランニングと言います人生会議は、これから先に起こる変化に備えて将来の医療やケアについて、患者さんを中心に 家族や親しい人、医療やケアに関わる人たちが繰り返し話し合いを行い、患者さんの意思決定を支援する、そういうプロセスのことです。次に、もしもの時を考えるにあたって、関連してくる延命措置についてのお話をします。延命措置は、さまざまな状況によりますが、病状や衰弱が進むことによって、 治療回復の見込みがなくやがて死を迎える段階においてさまざまな医療技術によって生命の維持を行う医療行為のことです。こののの場合、多くく状状況ででではは本人意意識はなな思表示ができない状態です延命措置で行われる医療行為についてこの後の16ページから18ページに説明していますが先にも申し上げたように あくままでも回復のの見込みがないいい状況におてて行われた場合のことを指していますつまりこれから説明する医療行為は医療現場においては日常的に行われているものであり救命救急の現場や ALS といわれる筋萎縮性側索硬化症等の神経難病の方にとっては延命措置ではなく自らが生きるための手段であり治療でもあります。 それぞれぞの医療行為が延命措置になるのか治療になるのかはそれが行わわれてていいいるるととの状状態や状況によって変わるということはご理解くださいまたここでは一旦つけた人工呼吸器を取り外すことは法的には完全には認められていないと書いていますが人は望まない措置を受けない権利がありきちんと人生会議である アドバンスケアプランニングを行い本人にとって最善と判断されれば複数の医師の回復不能という判断の下で延命措置における人工呼吸器の取り外しは違法ではありませんこの点に関してはさまざまな議論が行われている過程にありますので今後の動向にも注意していく必要がありますそれでは 延命措置として行われている代表的な医療行為を簡単にご説明いたします最近は医療がテーマとなったドラマも多いですし各所で行われております救命講習でも習いますので心臓マッサージやカウンターショック気管挿管については割愛いたします17ページは栄養補給の経路になります警備・警官栄養は鼻から管を入れて 胃や腸まで通してから栄養剤や水分を入れる方法です鼻に管を入れられる感覚としては一般の方ではインフルエンザなどの検査で鼻から綿棒を入れられた感覚でもう少し太くて硬いものを入れられている感じでしょうか鼻から入れるカメラをされたことがある方は同じような感覚ですしあのカメラがずっと入っている状態と考えてもらっても良いと思います 胃老は、警備・警寒栄養が長くなる場合などに行われますが、お腹の外から胃に穴を開けて管を通して、そこから直接胃に栄養剤や水分を入れる方法です。もともとは、アメリカの小児科医が口から栄養が取れないような病気の子どもたちのために、安全に栄養補給を行うために考えた方法でしたが、日本においては、その多くは高齢者に対して行われています。 中心静脈栄養は、心臓に戻る血管である静脈を介して、心臓の近くまで管の先端を挿入して、濃度の濃い湯液を行って、必要なカロリーを投与できるようにします。いずれの方法も、メリットやデメリットはあります。18ページには、点滴と自然に委ねるということについて書いています。点滴は、皆さんの中にも経験したことがある人が多いでしょう。 腕や足にある血管に針を刺して水分の補給を行うものです先ほど説明した中心静脈栄養のような濃い輸液は細い血管を利用する点滴である抹消輸液からは投与できませんそして延命措置に対して自然に委ねるということを編み掛けした部分に書いています回復の見込みがなく 回復するための力が残されていないような人生の最終段階においても、家族や関わる人は、何かをしてあげないといけないという思いに駆られてしまいます。それは、大切な人を思うからこそのことです。しかし、その現場においては、何かをしてあげるということが、医療行為に結びついてしまうということがよくあります。 人生の最終段階における医療行為は人間が最終的にたどる段階においては逆に不自然な行為であるからこそ本人に苦痛を与えてしまうような状況になることもあります。そしてそれは時として本人の意思とは関係なく延命措置によってただ生かされているだけの状態になることもあります。食べられないといととうことは 上の苦しみがあるように思いますがすべての身体機能が弱ると栄養分をあまり必要としない状態になり体から水分が抜けていくことで辛さや苦しみは感じられないようになっていくと言われています何かをしてあげるというのが単に医療行為とだけ結びつくのではなく語りかけたり触れたり苦痛を緩和するための ケアを行ったりというように一人の人間として最後まで存在できるように十分なトータルケアを行うという視点を持って関わっていただきたいと思います説明が長くなりましたがもしもの時に自分自身がどのような生き方を望むのかということを考えるのが19ページから21ページまで3回分準備していますあくまでも 回復の見込みががなく四季が迫った状態にある時のこときのこ,これに関しては決して4番の「延命措置を行わずに自然に委ねるを希望します」というものを選ばせるというものではありません。あなたがしっかりと考えた上で選んだのであれば何番を選んでもそれはあなたの生き方です。 私は現段階においては3番を選んでいますが、これから様々な経験をしていく中で変わっていくかもしれません。また、痛みや苦痛は取り除いてほしいということと、私の思いを以下に述べているので見てほしいということを希望に応じてチェックするようにしています。何番を選んだとしても、それを選んだ思いがあるはずです。 これは、単に何番ということだけではわからないあなた自身の意思が大切であるということですそれを伝えることは、あなたが意思表示できないような最終段階の人生会議であるエンドオブライフディスカッションにおいてあなたの意思を推定する上で重要な情報になりますエンドオブライフディスカッションにおいては あなたたがが示しておいた意思は尊重されますがそれを書いた時点とエンド・ブライフ・ディスカッションを行う時点での医療技術や治療法のギャップがあったりあなたの理解度の問題や意図していたことが異なる可能性もあります。それを踏まえた上であなたにとっての最善の生き方を関わる人たちで考え抜いていく必要があります。5番では 誰にでももしもの時が訪れる可能性がありそのような時にあなたがどのような医療やケアを望むのかということを考えていただきましたこれはあなたが意思疎通できない状態になったとしてもあなたがあなたの人生を自分らしく最後まで生きるためには大切なことです自らの最後の在り方を考えるということは どのように死ぬのかということではなくどのように最後まで生きていくのかということになります人にはそれぞれの生き方があり社会の中や他者との関係性の中で生かされ最後まで自分の人生を生き切ってそして最後に生きます生き方は生き方でありそして生き方へとつながっていきます 最後まで自分らしく生きることを支えてくれるのはあなたの大切な人や医療や介護で関わる人たちです。そのためにはあなたの思いをこのようにして大切な人へと伝えてつないでいくことが必要です。この生き方ノートはそのためにあります。そのような最後の時あなたは どこで、誰と、どのように過ごしたいと思いますか六番は最後まで自分らしく生きるためにあなたの率直な思いを伝えていただければと思います私は家で妻や子供たちと普段と変わらない生活の中で過ごしたいと思っていますもちろんそれは人それぞれですから 自由に考えていただいていいいてと思いますただ、あなたが置かれている状況で無理かなと思うことでもあなたを支える人たちが知恵を出し合って実現できることもありますし希望通りにとはいかなくても希望に近づくためのケアができると思います。6番も3回分のの記載欄を設けていますので 考え方や思いが変われば書き直したり書き足したりして使ってください今まで1番から6番までを通してあなた自身と向き合いながらあなたの生き方について考えてきていただきました中には「元気なうちは見られたくない」なんて思うこともあったかもしれませんなかなかこのようなことを 家族や友人と語り合うような文化ではありませんでしたし縁起でもない話を避けてくる文化でもありましたのでそう思われたりすることはごく当たり前のことだろうと思います。もちろん自分の中にしまっておいて何かあった時に誰かに手にしてもらうようにしておくことも一つの方法かもしれません。たただ、あなたが、 自分らしく最後まで生きていくことをより充実させていくとすれば今までお話ししてくる中でもお伝えしてきましたようにあなたの思いを家族や友人信頼できる人に伝えて共有しておくことが大切になると思います。思いをつないでいをででくそれが人生会議です何も最初から 医療関係者や介護関係者まで集めて人生会議をすることはないでしょう。まずは家族や友人などの身近な人とあなたの人生や生き方について話をしてみていいと思います。そこで医療的なことや介護的なことでわからないことやアドバイスが必要であればかかりつけ医や ケアマネージャーなどの専門職の方々に聞いたり一緒に人生会議に入ってもらったりすればいいのだと思います七番と八番は思いをつなぐ人に署名をしていただく内容となっています七番はあなたが思いを伝えた人に名前を書いてもらってくださいかかりつけ医やその他の医療職や介護職の方は あなたの生き方を最後まで支えてくれる人たちですから気兼ねなくお話しされてくださいまた家族に限らず友人や知人など信頼できる人と思いを共有してもいいと思います8番の代理人に関してはあなたが意思表示できないような状態になったときにあなたに代わってあなたの思いを 人生会議や話し合いの中で伝えてくれる人です人生会議であなたの思いを代弁してくれる人にはより深くあなたの思いを伝えておく必要があるので8番として別に記載するようにしていますあくまでもあなたの思いを代わりに伝えてくれる人ですから決定権を受け合うというような代理人ではありません これらの項目はすべて埋めなければならないというわけではありませんからあなたが思いを伝えたいという人に話をしてみられたらいいと思います。医療や介護の現場ではその人に関わる人が最初から最後までずっと同じではなく変わることもあります。しかし生き方ノートを通して あなたの思いいいをつないでいくことができますたとえさまざまな理由によって自宅を離れたり施設や病院が変わることはあるかもしれません。しかしあなたの思いをつなぐことで場所が変わったとしてもあなたにとってより良いケアができる可能性があります。ああななたたのの生き方を知りあなたの 生き方を支えるあなたが最後まで安心して暮らせる地域であるために生き方ノートをご活用ください生き方ノートの配布窓口は唐津市役所地域包括支援センターと各市民センター内の はまたまサブセンター、おうちサブセンター、鎮税サブセンター、以前出張所と、唐津市社会福祉協議会です。配布時にノートの趣旨説明などを行います。料金は無料です。詳しく知りたい場合は、5人以上のグループで説明会を行いますので、 地域包括支援センターへご相談ください問い合わせ先は唐津市地域包括支援センター電話72-9191です